くるくるくる、ただいまひろです。今日はですね、 BL について勉強したいと思います。皆さん、 BL って何かご存知ですか？どうやらボーイズラブのことを言うらしいんですけれども、私ちょっと BL については全く知らないので、今回スタッフさんにクイズを作ってきてもらいました。なので皆さん一緒に勉強しましょう。知ってる方はぜひ一緒に考えてみてね。 BL の用語クイズです。はい、今から言う用語の意味を答えてください。第1問、リバー。え、はい、これむず。ラバーじゃなくて リバー、全くわかんない。いきなり略語ですけどね。リーなんちゃらバなんちゃら、リトルバイブリベンジバトル。発想は悪くないですよね。もう違いますけど。わかりません。はい、答えはリバーシブルのことです。あー、なるほど。攻めと受けが逆になることです、はいはい、なるほど。リバーシブル、略してリバー。攻めが挿入する側ですね。挿入する側で、受けが挿入される側。リバーはその攻めと受けが逆になること。はあ、興奮しますね。じゃあ2問、砂を吐く。難しすぎません？そんな言葉使っての聞いたことないですよ。砂を吐く、使い方としては、うわー砂を吐くわーみたいな。興奮するわ。あ、もうほぼ正解です。あ、作中のキャラがあまりに愛し合ってる状態を、もう甘すぎて砂糖を吐いてしまうっていう意味で砂を吐くっていうんです、うん、なるほど。第3問、ホモユリ。ホモユリ、ホモは男性同士、ユリは女性同士。まとめて、ホモユリ。 BL 用語なのこれは。何、わかんない。え、どういう時に使うんですかこれは。やっぱホモユリの作品だねみたいな。めっちゃラブラブなシーンだね。あ、違いますね。エロシーンだね。あ、違いますね。濡れ場だね。違います。過激だね。違います。わかんないよ。もう答え言っちゃいますね。はい、受けキャラ同士で愛し合ってる状態のことです。その BL の世界なんで、はい、受けキャラがいわゆる女性側なんですよ、はい、だからユリなんですよ、うん、だからホモユリなんですよ。なるほど。わかってます。第4問、下克上。あ、わかりました。受けが攻めをしばく。ちょっとその発想じゃないですね。何、これはその立場とかの話です、生徒が先生を犯す。それも下克上なんですよ。もう答え言っちゃうと、はい、後輩とか先輩とかの、その地位が下の人が攻めになって、うん、地位が上の人が受けをやるっていうのを下克上っていうらしいです。なるほど。あ、でもちょっとこれはピンときたかも。第5問、やおいやな。やおい、あ、てかそのやおいって聞いたことないですか。はい、そもそもやおいが BL のことなんですよ。 BL って意味ですか。はい、なんで BL 用の穴ってことなんですよ。 BL 用の穴、男性用、うん、これもう答え言っちゃいますね。ちょっともう、はい、攻めの挿入を受け入れるための架空の穴だそうです。睾丸と肛門の間にあるとされてるらしいです。それが何なんですか。漫画の中では描かれてる、描かれてる、実際の体にはないと。なるほど。ふたなりとかと同じです、うんうん、あ、なるほど、はいはい。第6問、うん、生もの。生もの、出たての精子。あー、違いますね。動物。あー、違います。どういう人が扱われてるかっていう意味なんですけど、設定ですかね。わかりません。正解は、実在の人物で BL を妄想することです。芸能人のあれとあれが、うん、やってたらみたいなのを想像すると生ものっていうらしい。なるほど、なるほど、なるほど、はい。じゃあもう次いきますね。はい、ケモショタ。ケモショタ、これはちょっと簡単な気がする。獣とショタだから、動物とショタ、動物となんか小学生とか、うん、少年と動物がもう合わさってるキャラのことらしいです。少年になんか耳生えてたりとか、うん、尻尾あったりとか。そう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 、なんかあれじゃないですか、ワンニャン時空園出てきそう。ドラえもんのワンニャン時空園、ケモショタですね。ケモショタですよね。ドラえもん殺されそう。ごめんなさい。もう次いきますよ、ロボヤオイ。ロボヤオイ、ヤオイはさっき勉強したんで、睾丸と肛門の間にある架空の穴。これはヤオイ穴です。ヤオイはもう BL のことです。じゃあガンダムの BL。男性
に男性が恋愛感情を抱いてる作品。え、じゃあ片方は人間ってことですか？片方も人間ですね。はぁ、ついてこれてますよ、BL の世界。いや、なかなか入り込んでると思いますよ。次行きましょう。はい、オメガバース。オメガバース、オメガがこういう気分。そうですそうですそうです。で、バースしてる、張り裂けるっていう風になる。一個ジャンルとして、なんで結構最近人気らしいです、オメガバース。最近人気なジャンル、オメガバース。コスプレしてる同士。もっとディープな設定ですよ、もっとディープな設定。あ、不倫。あ、もうそんなんじゃないしね。BLという世界では何が起きてもおかしくないので、自由な発想で考えてください。何が起きてもおかしくない。その辺歩いてる人をお裸で犯しまくる連続レイプマがでかくなりすぎて入んない。違う、ちょっとでもオメガにはなってきましたね。そうですよね、穴から抜けなくなった。もう一生そのまま生活している、ムカデ人間の BL 版じゃあもうちょっと言いましょうか、これ。はい、男性 もう妊娠ができる設定のことをオメガバースって言います。全然想像はできなかったです。すごいですね、想像力が。考えてる人天才な気がします。クリエイティブすぎる。勉強になりました、めちゃくちゃ。はい、皆さんいかがでしたか？結構これ知らなかった方が多いんじゃないかなって思います。実際に私も22年間生きてて聞いたことない用語ばっかりで、受験勉強レベルに混乱しちゃいました。ちょっと読んでみたくなりました。ありますか、おすすめの作品とか、メジャーの作品、コメント欄で教えてください。この単語聞いたことなかったっていう単語とかもよかったらコメント欄に書いてみてください。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイブー。